会場です。すごい、でかい会場。会場先ほどはどうもって、ありがとう。どうもどうも。話し会なう次は15分からですよね。私はひななじゃん。ひななです。ひななだよ。私は多分15分からだと思ってるのでやってます、うん、シャツかわいい、ありがとう。かわいい。今日はちゃんとした服着てきましたいつもちゃんとしてるね今日はちゃんと、今日はねハロウィンのお菓子がいっぱいあったからね。イエーイ。え、次あれだよね、4時15分ですよね。お、あ、よかった、素晴らしい、ありがとう。これ1個かと思ったら2つに。え、思った、触った感触ね、2個。アベイル、アベイル、アベイルです、アベイルです。ひななさん、コンサートのラスボス感半端なかった。何ラスボス急にボスになった急にどこで動かない、どこどれどのどのドボンも出てたし、確かに武道館もね、武道館も、うん、おいしい、めっちゃ美味しかった、それ。はい、最後に、まあ、残していく、ね、うん、ここに痕跡を、うん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 、ねばついてる、ちょっとね、ねばついて中身、うん、美味しい、うん、うん、リバーやってやってってリバーのさ、やっぱ AKB ってうまかったよね。あ、ほんと、うん、めっちゃ緊張した、めっちゃうまい、やった。え、でもさ、緊張してあんま覚えてないね、覚えてない一瞬で終わっちゃった、うん、でもなんかみんながおわって、え、なってたよ、めっちゃなってたよね、やっぱりイヤモニしてても聞こえたもん、うん、なんか幻聴かと思った、うん、幻聴だね本物だった、本当に良かった、うん、ありがとうございます。この時が一番ぶち上がりました。おー、おー、嬉しいね。やっぱね、武道館のコンサートの中で一番ぶち上がらせようって思ってやってたから、うん、あの企画さ、めっちゃいい、くじ、え、ね、良かった、うん、引いた、引いた、うん、一応一応白でしたか、うん、白でした、うん、うん、でもドボンライブ楽しかったね、楽しかったドボンライブ、うん、なんかライブって楽しいよね、うん、っていう話してたよね、うん、え、エイド、え、私と、あ、したっけ、してない、ごめん、うん、違う人だった、うん、うん、うん、ハロウィン今日は仮装してない、うん、明日もわかんない、ちゃんとクローゼット探してあったらやります。あるの、なんかもう部屋が汚すぎてぐちゃぐちゃじゃん、マジぐちゃぐちゃ、シワシワシワだと思う、普通に多分お母さんにアイロンかけたまま、ひななは明日チャイナドレス、やばいやばい、勝手に決められた福岡にあるのに、え、福岡にある、え、福岡にあるのに、福岡にあるのに急な福岡でも着ようかな、せっかくなら、うん、そうだよね、うん、だってそのぐらいしか着る機会ないね、本当にせっかく買ったの、うん、にも私も見つけて絶対着たい、うん、着よう、ちゃんと着て、うん、頭にかぼちゃつけようか、チャイナで、うん、あの2つのやつ、あ、2つのやつどこに置いたっけ、あれかわいい、あれかわいいよね、うん、わかる、うん、かわいい、骸骨、うん、キャラメルかな、あ、キャラメル、あ、チョコだ、あ、チョコ、暑い、今日暑くない、ね、暑い、半袖で出てもさ全然大丈夫だった、よかったね、うん、めっちゃ分厚い上着てきちゃった、うん、うん、でもたとした、ね、後で拾うわ、うん、うん、いいよ、OK、うん、スクショタイム、
え、この前の逆上がり一緒に出てないよね。出てないよだよね、うん、出てない。僕隊も出てないし、そう全然一緒になんない、うん、なんで今までありがとう。ありがとうございました。ありがとう。同じチームなのに違うチームみたいになっちゃうね。そうだよね、8人公演ってそうだね、うん、ピエーン、ピエーン一緒に出たいです。うんうんうん、ほんといっぱいキャプテンと出てる、うん、そうだよね、そこ一緒なのね。そうキャプテンと一緒だから、やっぱキャプテンと一緒、キャプテンと平社員だったらやっぱキャプテンってなっちゃうんですよ。いや舞台いっぱい出てるから相方がね、ああ確かに片方がそう、うん、いつか出るかもしれない。え、何に舞台、え違う、私は公演に一緒に、一緒に、そういつか、いつかは、いつかは出ます、うんうん、一緒に出たい。一緒に寸劇、寸劇さあね、やりたいね、大好き、ね、やりたい、大好き寸劇、うん、マジで寸劇寸劇大好きすぎても、大好きだよ。でもなんか覚えるのが大変、そうやるのは、うん、あれやるのは大変、なんかセリフ忘れちゃうかもっていう怖さ、ね、飛ばしちゃったらもうそっから起動修正。え、この前ちょっと飛ばしたよ。本当？で、え、あ、あーとかって言って顔、うん、やばかった。え、あーってなって。あ、あ、すいませんね、ちょっとすいませんねとかって言って、必死に思い出した。ね、うん、寸劇だから。そうだよね、うん、寸劇。寸劇なんで、うん、そこも醍醐味、醍醐味ですね。久々に公演見たら寸劇謎展開になってたってなんかね、うん、続きじゃなくて、今日の寸劇セリフなかなか多い。え、そうなのよ、マジで多い。なんか5ページぐらいになってて、ね、え、そうやばい、急に5ページとかになって、 うちこの前の寸劇犬役だった。え、おもろいね、すごい犬役でした。え、私戦隊ヒーローだ、ワンワン。え、すごい。でもセリフワンワンだけで楽そうだねその前がほらちょっとうち、あ、いっぱい喋ってた、うん、あ、そっかそっか、写真のね、そう、写真の黒幕、うん、ちょっと犬になります。確かにワンワン、え、すごい、ワンワン、ウホ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 ウ。一曲目の手のひらが好きだって、え、わかる、うん、いい曲、いい曲、あれで泣いちゃう、うん、私、え、いい、わかる、あれいい曲、本当に、うん、大サビが一番好き、うん、セリが、セリが上がってね、き、歓喜やまんち、一曲目いい。うん、皆さんこの後の話会行きますか？来るかな？来てくれるかな？来てくれるかな？行きます、やったー、行ってみてください、ぜひ来てみてください。ひななちゃん終わりました。他のメンバーならだって、おいおい、爆音おいおいおい、うん、あ、他のメンバーなら、なるほどね、うんみーちゃんファンですが遊びに来ました。おー、おー、ありがとうございます。たまにいる、なんかみーちゃんファンですがみたいな、いいじゃん、ありがたい、うん、すごい、また連投、お、すごい、最高最高、明日行きます、ありがとう。明日ね、日曜日ですから。そうだ、一週間早い、早いね、マジ今年終わんの早くない？え、早い、やばい、だってもう11月になるよ。え、そうだよ、やばいって。いや、こうやってね、大人になっていくんだよ。だから日々無駄にできない。うちもう22歳になっちゃう。そう、エリもね、25歳になっちゃった。こうやって大人になっていく。やりたいことやって生きていきたい。そうだね、やっぱ、うん、いっぱいやっていこう。うん、ファッションの話したいな。おしゃれ番長。じゃあおしゃれ番長思ってます。さすが、この前展示会一緒に行ったもんね。あ、もんね、そう、おしゃれ番長になろうって。そう、なろうって、うん、いっぱい買いました。着るの楽しみ、楽しみね、早く届いてほしい、ね、クリスマスじゃんね、クリスマス、 YouTube やりたい、いいじゃん、 YouTuber になって。でもあれってスタッフさんとか協力しないといけないの？別にそういうことはないけど、自分でやればいい、自分で撮って、うん、で提出してじゃない。提出するのやだ、自分でもうアップロード自分でやりたい、分かる分かる、スタッフさんが絡んでほしくない、うんうん、それはなんか言ったらやらせてくれるんじゃない？え、本当？うんうん、やめてよ、気をつけて、気をつける、うんうん、
なんかクリスマスっぽいことしたい。え、したい。なんか船でさ、ご飯とか食べたい。え、食べたい。なんかさ、みなとみらいの、うん、なんか船に乗りながら、うん、船が泳ぐっていうの、船が動きながらご飯食べるところがあって、うん、それに乗りたい。乗っても、そう、ご飯食べたい。いいな、うん、なんかさ、うん、赤レンガ倉庫でさ、クリスマスマーケット、うん、あるあるある、うん、あれ行きたいの。え、行く？うん、行きたい。来なよ、うん、来なよ、うちの庭だから。あ、ごめん、じゃ、ちょっと案内してもらっていいですか？うん、全然。あ、赤レンガ倉庫なら全然、もう千葉県民なんで。あ、そっか、そうだよね。知らなくて、うん、全然。この前ディズニー案内してくれたから、私が今度、うん、あ、お願いします。横浜を、ね、横、うん、お願いします。よろしく、よろしくお願いします。あれもね、行きたいの。川崎の、うん、川崎っていうところがあって、神奈川に、うん、工場がいっぱいあるわけ、うん、で、工場夜景っていうのが、あの工場のさ、うん、光がめっちゃ綺麗で、それを船に乗りながら夜景を見れるの、工場の光を。いい。それがね、すっごい見たくて、何年も前から、それの写真とか撮りたい。撮りたい。え、そう、めっちゃいいの、うん、調べてみ。調べ、なんか世界の終わりのボーカルの深瀬さんとか、その工場夜景を見ながら作詞とかするんだって、うん、めっちゃかっこよくない？かっこいい。うちもしたい。え、そう、したい。作詞したい。でも写真とか好きじゃん、うん、好き。工場夜景めっちゃ綺麗だよ、うん、どこ？川崎？川崎の工場夜景めっちゃ綺麗。え、見たいの。だから私も行きたい。うちもめっちゃ綺麗。あ、これ、うん、かっこいい。なんか普通の夜景と全然違うし。え、待って、工場夜景のさ、全然違うね。画像見て、画像。え、そう、これめっちゃ綺麗じゃない？すごい。撮りたい。そう、いいでしょ。工場萌え。いい、ね、工場萌え、工場萌え。え、船に乗ってみたいの。え、いいじゃん。船乗りたい。船ね、乗りたい。その夜景の一部で働いてます。え、そうなの？すごい、すごい。夜景の一部、うん、え、いいじゃん、行こうよ。めっちゃ行きたい、それ。そう、 川崎の工場は有名、うん、そう、有名なの。いいの、うん、ひなしゃしたい。ひなしゃ、仕事を思い出してゾッとする。工場で働いてるの？そっか、働いてる人からは、うん、ね。え、かわいいじゃん。何、どうした急に？ツインテール。うん、明日して、じゃあそれ。ツイン、明日し、明日しな、うん。かわいい、いいな、かわいい。ツインテールの日、ひどい。顔が、顔がやばい、顔がやばい、ね。去年イルミネーション行こうって言ってたじゃん。言ってたよね。でさ、なんかさ、千葉のさ、なんかよくしっこい、しっこいイルミネーション見たよね。ね、今年こそ見ようよ。絶対ガチのやつや、見よう、うん。ね、千葉に来て。え、え、なんで？ごめん。なんで、なんで？千葉のいいとこある。よかった。アンデルセン公園でした。アンデルセン公園じゃない。違う。違うの？違う。え、もっと違うとこあんの？よかった。行くよ。やった。じゃあ止めて。いいよ。遠いから。うん。やった。止めてほしい。約束だよ。絶対、うん、絶対約束。怖い。ドイツ村か。あ、そう。え、あそこいいよね。あそこ。めっちゃいい。え、あそこ、じゃあ箱根のさ、うん、え、箱根でさ、あのさ、なくなっちゃう。あ、なんだっけ。あ、星のそう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 。行こう。行きたい。絶対行こう。うん、約束。約束です。アンデルセン公園。アンデルセン公園にも行く。アンデルセン公園は何？アスレチック？え、でっかい公園、うん、虫そう。今はいねえ。今はそっか、寒いだけ、うん、約束は守らんといかんな。いや、そう、絶対そう、そう、うん、うちはちゃんと叶えてる方だよ。うん、絶対叶えてる。だってさ、ディズニーもさ、え、行ったよね。そう、やっと行った。5年前に約束したんだよ。そうだよ。そう、5年も前。え、そうだよ。え、本当に？え、5年前って私18歳だよ。ガチ？嘘、4年前だっけ？うん、4年ぐらい前。コミケが4年前とか。うんうんうん。でさ、初めの方にさ、うん、ね、チケットくれてさ。そう。あれどっか行って。あれは違うの。お母さんに、うん、あのお金と変えられるからって言って、うん、お母さんが今持ってる。うん。うん、お母ちゃん。お母さん持ってる。え、まだ時間大丈夫だよね。まだいけんじゃない？うん。あ、15分経った。今57分。てかプロレス出てたんだよね、ひななって。そうだよ、2回目の。そうだよね、うん、
あんま絡みなかった、うん、なんかすごいおにぎりちゃんって言われて戸惑ってた。戸惑ってた。ごめん、なんか戸惑って。なんかうちのコミュニケーションがやっぱ名前を作るところから始まってそう、いいと思います。すいません、うん、困らせちゃったもんで。全然。208日、何日？1174とか。エリもさ、めっちゃ続いてたんだよ。え、ね、続いてたよ。もう切れた途中で。悲しい。ね、悲しい。神奈川生まれなので、おだりちゃんの話会再販で撮ろうかな。来てね。待ってるよ。千葉生まれの方はぜひ。千葉め、うん。千葉も待ってます。千葉の方はぜひ。千葉県民の皆さん、うん、待ってます。ぜひ千葉県の話しましょう。よろしく。うん、まだ大丈夫感じか。まだ大丈夫。うん、じゃあ。50。お、じゃああと2分ぐらいで終わる。うん、え、なんか言おうとした？何も。大丈夫。うん、5年前18歳計算合わない説。え、なんで？あ、そっか、間違えた。5年前20歳だ。あ、ごめん、自分23歳だと思ってた。やばいやばいやばい。25歳か。そうだよね。ごめんごめん。そうだよね。そう。間違えた。23歳だと思ってた、自分のこと。あ、23でしょ。気持ちが23だ。気持ちが23だ。そうだ、言われてから気づいた。私も全然気づかなかった。ね、違和感ない。違和感なかった。うん、23でも、うん。無意識にサバ読んでた。うん、そうだよ。25だ、エリ。5年越しの。そうだ。じゃあ5年前か。じゃあ20歳、うん。そうだね。そんぐらいか。5年越しの約束を果たしたから。ちゃんと叶えました。出ずに行きました。またね、そう、スペースマウンテンに。ね、スペースマウンテン本当に好きなの、ね、でもね、なくなっちゃうんだ。え、なんでなんかリニューアルするから、うん、1回なくなって、うん、そのにん、え、今ないよね、逆に。今は休んでる。だよね。お休みして、うん、また再開して、うん、で、1回クローズするんだって。え、まただからそれまでに再開。じゃあなんで今休んでる？今は、わかんない、転勤。一人だけど。クローズして、うん、で、その30年ぐらいに再開するから。もう30歳じゃん。え、やばい。そしたら30超えてんだけど。じゃあ。え、だからそれまでに行こう。うん、絶対行く。絶対行こう、ランド。絶対行く。若い時に乗り回したい。ね。うん。だから行かないと。うん、行きたい、絶対。そう。だって大人になってジェットコースターとかさ、しんどいのかな。なんかさ、え、わかんない。しんどそうじゃない、わかんないけどさ。苦しいかな。苦しいかもしれなくない。なんか苦しいかもしれないよ。うん、なんかもう。動けないよってなっちゃうかもしれない。ってなっちゃいそうだから、うん、行きたい、絶対絶対行きましょう。絶対行こう、うん、ね、てかさ、旅行行かないし。え、行きたい。どこがいい？でもさ、うん、遠いとこやだ。遠いとこやだ、うん、じゃあどこ。だってさ、遠いとこにさ、計画してさ、行けない可能性になった時さ、うん、なえるやん。なえる、めっちゃなえる。近場がいい。近場がいい、うん、千葉。ごめん、千葉ごめんね。千葉ごめん。何がいいかな。箱根行きたい、うん、箱根温泉、温泉行きたい、温泉行きたい。でもなんか最近さ、前日とかに急にスケジュール来るからさ。あ、タンクマネージャーって知ってる？タンクマネージャー知らない？あ、ごめん、タンクマネージャーの、うん、これそれはわかる、うん、そう、あのタンク、うん、そう、番組でね、そう、うん、あの、あ、名付けられたんだけど、タンクさん、タンクマネ、タンクさん。確かに前日に来るよね。前日に来るから、明日は何々かあります。え、知らなかった。そう。だからね、ちょっと NG 取っていく。そう、 NG 取っていきます。うん、静岡もいい、ね。静岡いいね。うん、海老名に来て、海老名もいい。海老名のサービスエリア大好き。大好き、私今の。え、いいよね。うん、一番好き。今度ドライブしに行こうかなって思ってるぐらい好き。海老は運転しません。私はします。お、じゃあお願いします。ありがとうございます。もう1年経っちゃう。私はゴールド免許。じゃあまだ1年目、すごい。じゃあまだ車の運転の仕方あれじゃない、慣れ、まだ覚えてる方じゃない。まだ覚えてる。え、たまに日曜日するのやってるよ。え、えらい。エリも練習したいけど、うん、止められる。やめてやめて、動かない。パパの車ならいいよって。パパに聞いたら、いや、ママの車ならいいよって押し付け合ってる。押し付け合ってるから一生練習できない。そう、練習できないの、うんうん、じゃあパパの車でバードで。え、いいな。運転してる。この前は、うん、ひたちなか海浜公園まで運転して、すごくない？だってめっちゃさ、
なんかさ、エリーめっちゃ田舎でさ撮ったからさ、うん、あの栃木県の、うん、全然人通りなくて道路とか、うん、全然スイスイやったけど、うん、家の周りっていうかここら辺神奈川県だともう車通り多すぎて、うん、そうだよね、わかんない、わかんない、うん、難しい、むずい、めっちゃ。いつかさ自分の車とか買うのかな。私は買いたい。え、お強いし強いし、そう、そうだよね、うん、運転しないからな、したら欲しいとかと思うよね、多分、うん、絶対そう、ね、でも欲しい、ね、うん、やっぱ自分の車はやっぱ欲しい、うん、お、時間大丈夫だって。確かに今何分、 10分後ぐらいにお話し会だ。あ、3分だ。お、じゃあ、ではじゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとう、ありがとう、イエーイ。では最後におランキング読みます。いきます。13位ファデル、12位ごめん先生、11位日野党、10位中堅、9位ワイヤセ73、8位玉結圧倒だし、7位保安、6位アケモン太郎、5位筋肉愛好家、4位クマティ、3位ひとくまさとる、2位マッカーシー圧倒だし、そして1位はヤナミン。ありがとう、ありがとうございます。この後お話し会来る人よろしく、よろしく、楽しんでください楽しみましょう、楽しんでください、ありがとう。ではまた、バイバーイ、バイバーイ。